点目。おはようございます。メディアプロモーション学科2年の東郷彩香です。よろしくお願いします。お願いします。西田さん、はい、聞いてください。はい。私が小さい頃、たまごっちっていうおもちゃがたくさん流行ってて、最近また私たちの世代で流行ってるんです。あ、今流行ってるの知ってる。はい、私もどうしても最新型のたまごっち欲しくて、いろんなおもちゃ屋さんを探してようやく見つけたんです、なんと今のたまごっち、Wi-Fi につなげたり、充電式、タイプ C で充電式で充電できたり、めっちゃハイテクなんですよ。ところで西田さん、西田さんの小さい頃流行ってたおもちゃ教えてください。超合金。あ、うちの弟と一緒だ。え、あ、ロボコンの超合金とか、マジンガー Z の超合金とか。あ、え、何ですか何ですか。初めて聞きました。怒っちゃいかんと優しく言わな。何ですか。マジンガー Z の知らんのパンチが出るやつ、パンって。なんか超合金でできとるよね。ああ。ああ。そんなおもちゃが、え、ロボットですか。ロボットよ。今ものすごく高いよ、超合金ね。うん。え、そうなんです。たまごっちもめっちゃ高いんですよ。たまごっちあったよ、おばちゃんおじちゃんの時も。ああ。ね。今ここに鬼ハッチがあるけど。鬼ハッチでーって。今カラーなんだよね。はい。すごい、モノクロじゃなくてカラーなんですよ。今カラーな。モノクロやったね。カラーなんよ、今。モノクロやったね。え、いや、今カラーです。おじさんとかなるやん。おじさんとかなるやん。なる。ね。ね。うん。今日は。今日は。